孫子、一。おーい。こなたの山で呼ぶと、向こうの山でも、おーいと、遠く答えてくる。毎日の山狩りだ。蚕の掃きたても、畑打ちも手につかないのである。闘争、新面無二歳の医師、竹蔵こと、かねて、随分お沙汰中のところ、在所の参道に出没し、殺戮悪行、至らざるなきをもって、見当たり次第、成敗つかまつるべきものなり。よって、竹蔵重複にこうあるものには、さの通り、恩賞をくださる。一つ、捕らえたるもの、銀十貫。一つ、首打ったるもの、他十枚。一つ、隠れ場所告げたるもの、他二枚、以上。慶長六年、池田鍾乳斎輝政家中。こういう物々しい考察が、庄屋の門前や村の辻にいかめしく立った。本意殿家の周りは、竹蔵が復讐に来るだろうという噂で、お杉馬場も家族も、戦々恐々として門を閉じ、出入り口にも鹿垣を作った。姫路の池田家から応援に来た人数は、そこにもおびただしくいて、万一竹蔵が出てきた場合は、ほら貝や寺の鐘や、あらゆるお受けで互いに連絡を取り、袋包みにしてしまおうと作戦は怠りない。だが、何の甲斐もなかった。今朝もだ。うわ、またぶち殺されている。誰じゃ、今度は。お侍じゃがな。村外れの道端の草むらへ、首を突っ込んで二本の足を変な格好に上げて死んでいる死骸を発見して、恐怖と好奇心に駆られた顔が、取り巻いて騒いでいた。死骸は頭蓋骨を砕かれていた。それも付近に立っていた絞殺で殴ったものと見え、明けになった絞殺が死骸とぶっちがえに死人の背に負わせて捨ててある。褒美の文句が絞殺の表に出ているので、それを読む気もなく読むと、残酷な感じは消されて、周りのものはなんだかおかしくなってきた。笑うやつがあるか、と誰か言った。七宝寺の大津は村の人々の間から白い顔を引っ込めた。唇まで白っぽく変わっていた。見なければよかった。食いながら、まだ目にちらつく死人の顔を忘れようとして小走りに寺の下まで駆けてきた。慌ただしく上から降りてきたのは寺を陣屋みたいにして先頃から泊まり込んでいる大将だった。五六名の部下と一緒に知らせを受けて駆けつけるところらしかった。おつうの姿を見かけると、おつうか。どこへ参ったな、などと、のんきなことを尋ねた。おつうは、この大将の土壌ひげが、いつぞやの晩のいやらしいことがあって以来、見るのも虫ずが走ってならなかった。買い物に、それも投げ捨てるように言って、見向きもせず、本堂前の高い石段を駆け上がっていった。たくあんは本堂の前で犬と遊んでいた。おつうが犬をよけて走って行くのを見て、おつうさん、飛脚が届いているよ。え、私に？留守だったから預かっておいた。たもとからそれを出して彼女の手へ渡しながら、顔色が悪いがどうかしたのか。道端で死人を見ましたら、急に嫌な気持ちになって。
そんなものを見なければいいに。だが、目を塞ぎ道を避けても、今の世の中では至るところに死人が転がっているのだから困るな。この村だけは浄土だと思っていたが。竹蔵さんはなぜあんなに人を殺すんでしょう。先を殺さなければ自分が殺される。殺されるわけもないのに無駄に死ぬこともない。怖い。戦慄して肩をすぼめ。ここへ来たらどうしましょう。山にはまた薄黒い綿雲が降りていた。お通は無自覚に手紙を持って栗の横にある旗屋へ隠れた。折りかけてある男物の布地が旗にかけられてあった。明日に夕べに死母の糸を紡ぎためて、やがて許嫁の又八が帰国したら、あの人に来てもらおう。そう楽しんで去年から少しずつ折っていたものだった。長の前へ腰掛けて、誰からだろう。飛脚の文を見直した。みなしごの自分には頼りをくれる人もなし、頼りを出す人もない。何か人間違いのような気もされて、彼女は何度も宛名書きを見直すのだった。長い駅伝を通ってきたらしく、飛脚文は手ずれや雨じみでボロボロになっていた。封を解いてみると、二本の手紙が中からこぼれた。まず一通を先に開けてみる。それは、全く見覚えのない女文字で、やや年たけた人の筆らしく、別の文ご覧なされそうらわば、他言には及ぶまじと思われそうらえど、証のため、私よりもしたため参らせそうろう。また八殿、この度ご縁のそうろうて、当方の養子にもらい受けそうろうについては、お前様のこと、懸念のように見えそうろうまま、さそうろうては、行く末、双方の二目ゆえ、ことわけお明かし申しそうろうて、おもらい申しそうろう。何とぞ、以後は、また八殿のこと、お忘れくだされたく、まずは、かようにまで、一筆示しまいらせ申しそろ。かしこ、おこう、おつうさま。もう一つの書状は、まさしく、本意伝又八の首席なのである。それには、くどくどと、帰国できない事情が書き連ねてある。つまるところ、自分のことは諦めて、他へ嫁いでくれというのだった。実家の母へは、自分からは手紙にも書きにくいから、他国で生きているということだけを、会った時に告げておいてくれなどとも、したためてある。お通は頭の芯が氷のようになるのを覚えた。涙も出ない。おののきながら、髪の端を支えている指の爪が、さっき使いの途中で見た死人の爪と同じような色に見えた。三。部下のすべては野に伏し山に寝、日夜本命に疲れていたが、土壌髭の大将は本陣の寺を、むしろ安息所と申して、悠々と泊まり込んでいるため、寺では夕方になると風呂を沸かすとか、川魚を炊くとか、良い酒を民家から探してくるとか、毎晩のもてなしも、なかなか気遣いであった。その世話しない夕暮れになっても、お通の姿がクリアに見えないので、今日は北条の客へ膳を出すのが遅くなった。たくあんは迷子を探すように、お通の名を呼びながら、境内を歩いていたが、旗屋の中には、長の音もしないし、
灯しまっているので、何度もその前を通りながら開けてみなかった。住職は時々橋廊下へ出てきて、お通はどうしたとわめいている。おらんはずはないわ。借人が見合いでは、酒には及ばぬとお客様はおっしゃるではないか。はよを探してこう。寺男はとうとう、ふもとの方まで提灯を持って降りていった。たくあんは、ふと、はたやの戸を開けてみた。お通はいた。旗の上へうつぶしていたのである。暗い中にただ一人、弱膜を抱きしめて。たくあんは、にまじきものを見たようにしばらく黙っていた。彼女の足元には、恐ろしい力でねじ寄った二通の手紙が、呪いの人形のように踏みつけてあった。そっとたくあんは拾い取って、お通さん、これは昼間来た飛脚文じゃないか。しまっておいたらどうだ。お通は手にも触れない。かすかに顔を振るだけであった。みんなが探しているのだ。さ、気が進まないだろうが、北条へお酌に行っておやり、十字が弱っているらしい。頭が痛いんです。たくあんさん、今夜だけは行かなくてもよいでしょう。わしはいつだって酒の酌などに、そなたが出るのを良いことだとは思うていない。しかし、ここの十字は世間人だ。見識をもって領主に対し、寺の尊厳を維持してゆく力などはない人だからな。ご馳走もせねばならんじゃろうし、土壌髭の期限も取らずばなるまいて、と、お通の背を撫でて、そなたも幼少からここの和尚には育てられてきた人。こういう時には十字の手伝いになってやれ。よいか。ちょっと顔を出せばよいのだ。ええ。さ、行こう。抱き起こすと涙の群れた匂いの中からお通はようやく顔を上げて。たくあんさん、じゃあ参りますから、すみませんが、あなたも一緒に北条にいてくれませんか。そりゃあ構わないが、あの土壌髭の侍はわしが嫌いらしいし、わしもあの髭を見ると何かからかいたくなっていかんのじゃ。大人げないが、そういう人間がまあまああるもんでな。でも、私一人では。十字がいるから良いではないか。おっさまは、私が行くといつも席を外しておしまいなさるのです。それは不安だ。よしよし、一緒に行ってやろう。案じないで早くお作りをしておいで。4北条の客は、やがてお通も見えたもので、曲がりかけていたおかんむりも、やや治り、悦に入って、杯も重ね、あから顔の土壌髭に対立して、目尻もおもむろに下がってきた。しかし、まだ本当のご機嫌になりきれないものがある。それは、食台の向こう側に、余計な人間が一人いて、ぺたんと盲人のように猫背に座り、膝を杖に書物を読んでいるからである。たくあんなのだ。土壌髭の大将は、この寺の那所と思っているらしく、ついに、おい、こら、と顎を刺していった。しかし、たくあんは顔を上げようともしないので、お通がそっと注意すると、え、わしを見回すのを、土壌髭は欧風に、
こら、なしょ。その方には用事もない。下がっておれ。いえ、結構でございます。酒のそばで書物など読んでいられては、酒がまずくていかん。立て。書物はもう伏せました。目障りじゃ。では、お通さん、書物を部屋の外へ出しておくれ。書物がではない。その方というものが、酒の座に不下識でいかんというのだ。困りましたな。悟空尊者のように煙になったり、虫に化けて禅の隅に止まっているわけにも行かず。下がらんか。無礼な奴だ。ついに怒り出すと、はい、と、一応かしこまって、たくあんはお通の手を取った。お客様は一人が好きだと仰せられる。孤独を愛す。それ、君子の心境だ。さ、お邪魔しては悪い。あちらへ下がろう。こら。何ですか？誰がお通まで連れて下がれと申したか。事態、その方は、普段から傲慢で憎い奴だ。坊主と侍、可愛らしい奴というようなのは、まあ、少のうございますな。例えば、あなたの髭のごときも。治れ、それ。床の間に立てかけてある人痘へ手を伸ばした。そして、土壌髭がピンと跳ね上がったのを、たくあんは、まじまじと見つめて。治れとは、どういう形になるのですか。いよいよ、けしからぬなっしょめ、成敗いたしてくれる。では、世相の首をですか。あははは、およしなさい、つまらない。なんじゃと？坊主の首を切るほど張り合いのないものはない。胴を離れた首がニコと笑っていたりしていたら、切り損でしょう。おお、胴を離れた首で、そう抜かしてみ。しかし、たくあんの尿絶は彼を怒らすばかりだった。太刀の柄にかかっている拳は、息通りにガタガタ震えていた。お通は身をもってたくあんをかばいながら、たくあんの老絶を泣き声出してたしなめた。何を言うのです、たくあんさん。お侍様へ向かって。そんな口を聞く人がありますか。謝りなさい。御所ですから、謝っておしまいなさい。切られたらどうしますか。だが、たくあんはまだ言った。お通さんこそどいておいで。なあに、大丈夫。多くの人数を抱えながら、20日も費やして、未だに一人の竹像を成敗できない能なしに、なんでたくあんの首が切れよう。切れたらおかしい。よほどおかしい。五。うぬ、動くな。土壌髭は、万願に明けを注いで、太刀の恋口を切った。おつ、抜いとれ、口から先に生まれたこのなしょめを、真っ二つにしてくれねばならん。おつは、たくあんを後ろにかばい、彼の足元へ身を伏して、お腹立ちでもございましょうが、どうぞ堪忍してあげてください。この人は誰に向かってもこんな口を聞くのです。決してあなた様ばかりへこういうざれ口を言うのではございません。するとたくあんが、これ、お通さん何を言う？わしはざれ口を言っているのではない。真実を言っているのだ。能なしだから能なし侍と言った。それが悪いか。まだ申すな。いくらでも申す。先頃から騒いでいる竹蔵の山狩りなど、お侍には幾日かかろうと構うまいが、
農家は良い迷惑。畑仕事を捨てて、毎日賃金なしのただ仕事に駆り出されては、小作など顎が冷やがる。いやいなしょう。己、坊主の分際を持って、ご政道を誹謗したな。ご政道ではない。漁師と民の間に介在して、六盗みも同様な奉公ぶりをしている役人根性へわしは言うのだ。例えばじゃ、お主は今宵、何の休んずるところがあって、この法上にべんべんと長袖を着、湯上がりの一杯などと、美女に寝酒の酌をさせているか。どこに、誰にその特権を許されてござるのか。漁師に仕えて忠、民に接して仁。それが理の本分ではないか。しかるに、農事の妨げを無視し、部下の辛苦も思いやらず、我のみ、公務の出先、官を盗み、主肉をあさり、君意を傘に着て、民力を枯らすなどとは、悪理の典型なるものじゃ。わしの首を切って、お前の主人、姫路の城主、池田輝政殿の前へ持って行ってごらんじゃい。輝政牛は、おや、たくあん、今日は首だけでお越しかと驚くじゃろう。輝政殿とわしとは、妙心寺の茶会からの懇意、大阪表でも大徳寺でも、たびたびお目にかかっているんだよ。土壌髭は、毒気を抜かれた形である。酔いもいささか冷め気味になってきたし、たくあんの言葉の、果たして、まことか嘘かについても、正しい判断が、下し得ないでいる姿だった。まず、座るがいい、と、たくあんは、救いを与えて、嘘と思うなら、これから蕎麦粉でも土産に持って、姫路城の輝政殿を、ぶらりと訪ねて行ってもよろしい。だがわしは、大名の門を叩くのが何より嫌い。それに、宮本村で高校と、お前の噂でも茶話に出たら、早速、切腹者じゃないかな。だから最初から、およしと言うたのに、侍は後先の考えがないからいかん。侍の短所は実にそこにある。刀を床の前へお返し、それからもう一つ文句がある。孫子を読んだことがあるかい。兵法の書だ。侍たる者、孫子御子を知らんはずはあるまい。それについてな、宮本村の竹蔵を、どうしたら、兵を存ぜずに絡め取れるか、その講義を、これからわしがしようというのじゃ。こりゃ、気候の天職に関するな。慎んで聞かずばなるまいて。まあ、お座り。お通さん、一杯継ぎ直してやんなさい。六。年から言えば、とうも違うのだ。三十代のたくあんと、四十を出ている土壌髭とは。しかし、人間の差は、年にはよらないものである。質であり、また質の磨きによる。平生の、修養鍛錬がものを言うことになると、王者と貧者とでも、この違いは、どうにもならない。いや、もう酒は。最初の偉い剣幕はどこへやら、土壌髭は猫のように態度を改めて。さようでござったか。それがしの主人、小乳祭輝政様とご実婚であろうとは、いや、存じもよらず、失礼の段は幾重にも、一つご容赦のほどを。おかしいくらい恐縮する。だが、たくあんは、
あえて高いところへ収まり返りはしなかった。まあまあ、そんなことはどうでもよろしいとしよう。要は、竹蔵をいかにして召し取るか。つまるところ、孫公の使命も、侍たる面目も、そこにかかっておるのじゃないか。さようで。そこもとは、竹蔵の囚われが、遅れれば遅れるほど、安閑と寺に泊まって、末前下げ前で、お通さんを追い回していられるから構うまいが。いや、その儀はもう、何分とも、主人テルマサへも、何分にでござろう、心得ておるよ。しかし、山狩り山狩りと掛け声ばかりで、こう、のびのびになっていては、農家の困窮はもとより、人心恐恐、領民は、休んじて、行に勤しむことはでけん。されば、それがしも心の内では、日夜、少慮いたしていないこともないので。策がないだけじゃろ。つまり、樹脂、兵法を知らんのじゃ。面目ない次第で。まったく、面目ないことだ。無能徒職の管理と、わしに言われても仕方がない。だが、そうへこましただけでは気の毒だから、竹蔵はわしが三日の間に捕まえてやるよ。え、嘘と思うのか。しかし、しかしなんだい。姫路から数十名の家政まで迎え、百姓足軽を加えれば、総勢200人からの者が毎日ああやって山入りをしておるので、ご苦労様な。また、ちょうど今は春なので、山にはいくらも食物があるため、竹染めには都合がよく、我々にはまずい時期でもある。じゃあ、雪の降るまで待ってはどうだ。さようなわけにも、参るまいな。だから、わしが絡め取ってやろうというのだ。人数はいらん。一人でもよいが。そうさな。お通さんを火星に頼もうか。二人で十分にことは足りる。またおたわむれを。バカ言わしゃい。修法たくあん。いつでも冗談で日を暮らしていると思うか。は。樹脂兵法を知らずと言ったのはそこだ。わしは坊主だが、孫悟の神髄がなんだかぐらいはかじっておる。ただし、わしが引き受けるには条件がある。それを承知せねば、わしは雪の降るまで見物側に回っている考えだが。条件とは、竹蔵を絡め取った上の処分は、この沢庵に任すことだ。さあ、その儀は、と、土壌髭は、その土壌髭をつまんで考え込んだが、この得体の知れない青坊主、あるいは大元宗王だけで自分を煙に巻いている腹かもしれない。逆に出たら慌てて尻尾を出すやつだろう。そう考えたので、彼は断固として答えた。よろしい。奇想が捕まえたら、竹蔵の処置は奇想に一任すると言ったそう。その代わり万一、三日の間に縄にしてお出しなさらぬときは、庭の木でこうする。たくあんは首をくくる手真似をして、舌を出して見せた。七。気でも違うたのか、あの沢庵坊主。今朝聞けば、とんでもないことを引き受けたちゅうぞ。寺男は心配のあまり、栗へ来てわめいていた。聞く人々も、ほんまけ。目を丸くして、どうする気じゃろう。十時もやがて知って、
口は災いの角とはこのことよ、などと賢そうに短足した。けれど、誰より真実に心配しだしたのは、お通であった。信頼しきっていた許嫁の又八から、不意に受けた一片の去り状は、又八が戦場で死んだと聞くより、大きな心の痛手であった。あの本意殿家の馬場様にせよ、やがて夫とする人の母と思えばこそ、忍んで仕えている人である。誰を頼みにこの先生きていこう。たくあんはその悲嘆の闇にある彼女にとって、ただ一つの明かりであった。旗屋で一人で泣いていたあの時は、去年からまた蜂のためにと、丹精して折りかけていた布を、ずたずたに切り裂いて、その刃で死んでしまおうかとまで思い詰めていたのである。それを考え直して、北条へ釈をしに行ったのも、たくあんになだめられ、たくあんに惹かれた手に、人間の温かみが思い出されたからであった。そのたくあんさんが、お通は自分の身よりも、今はたくあんをつまらない約束のために死してしまうことが悲しくもあり、破滅な心地がした。彼女の常識をもって考えても、この20日余りあんなに山狩りしているのに捕まらない竹蔵が、たくあんと自分との2人きりで3日の間に縄目にかけてしまえるなどとは、どうしても考えられなかった。こっちの条件と先の言い分とは、弓矢八幡も小乱と、固く誓い合って、土壌髭と別れて拓庵が本堂へ戻ってくると、彼女は拓庵へ向かって、その無謀を責めてやまなかった。しかし拓庵は、優しくお通の肩を叩いて、何も心配することはない。村の迷惑を払い、稲葉、田島、播磨、備前の4州にわたる街道の不安を除き、その上、幾多の人命を救うことになれば、自分の一命のごときは、公毛よりも軽い。まあ、明日の夕方までは、お通さんも、ゆっくり体を休めて、黙って、それから先は、わしについておいで。という。気が気ではない。もう夕方は迫っているのだ。拓庵はと見れば、本堂の隅で猫と一緒に昼寝をしている。十字をはじめ、寺男も、那所の者も、彼女のうつろな顔を見ると、およしよ、お通さん、隠れておしまい。たくあんとの同行を極力避けるように進めたが、さりとておつうはそんな気にもなれなかった。もう西日が沈みかける。中国山脈のしわの底のような間川と宮本村は、夕方の濃い日陰になりかけた。猫が本堂から飛び降りた。たくあんが目を覚ましたのである。回廊へ出て大きな伸びをしている。お通さん、そろそろ出かけるが支度をしてくれんか。わらじと杖とキャハンと、それから薬だの灯油紙だの山支度はすっかりしておきました。他に持って行きたいものがあるんじゃ。槍ですか？刀ですか？なんの、ごちそうだよ。お弁当？鍋、米、塩、味噌。酒も少しありたいな。なんでもよい。クリアにある食い物を人からげにして持ってきておくれ。杖に刺して2人で担いでいこう。